めっちゃ天気いいね。めっちゃ綺麗。なんか久しぶりに海見たね。うん。やっぱ美穂だね、今日は。週末久しぶりに晴れた。うん、久しぶりに晴れたね。今日はいいお天気だ。だから美穂行って、うん、なんだっけ、海岸？海岸。海岸ちょっと海行って、うん、あとあれ行くか。なんだっけ、ドリーハウ？ドリームハウス？東京インテリアとか入ってる。ベイドリームね。あ、ベイドリームだよ。ドリハウって、ドリハウってなんだっけ。ドリハウって、ドリームハウスでしょ。もう選手ドリームハウスじゃないの？ドリハウ。ああ、そうか。あれか、ショップか。ショップ。まあね、天気いいしね、ちょっと行ってみるか。うん、そうだね、ドライブがてら。レッツゴー。はーい。海青いね。うわすごい。すごいじゃん。うわこっち、あの前の方とかも、ね、すごい。このさ、ヤシの木とかいいから、こっちも。あ、こっち？うん、そうだね。ヤシの木いいよ、なんか。ハワイアン。ハワイアンっていうかね、なんかこの辺さ、ちょっとあれ新しいお店とかさ、うん、なんかね、左側とかさ、出始めたっていうかね。そうだね、どこだっけ、うん、あれ何屋さんになるの？あれは何屋さんだろう、レストランかな。レストランか。いや、それだよ、もうそれそれ。ここさ、左側のこの店あるじゃん、うん、あこのお店ね、気になるよね、気になるけど、これ前から気になってたけど、マジ何の店？何っぽい、でもさ、車入ってんじゃん、うん、ってことはさ、お客さんが来てるんだけど、何屋さんだろうね。やっぱりレストランとか、うん、なんだろう。あ、いちごだね。あ、いちご大好きな、いちごだ。イチゴじゃん、イチゴマネージャー。マネージャーじゃないよ。あ、これもあれか、デビューしたとか。はい。もうマネージャーではありません。なんかこの辺のさ、イチゴ農園っていうのかな、うん、こういうのもちょっとなんか行ってみたいけどね。ねえ、イチゴ狩りも行きたかったけどね。あれもうやってない？今はやってないんじゃない？もう終わっちゃったんじゃない？時期が。あ、もう終わり？うん、わかんないけど、まあでもなんか1月から5月までが旬だから、うん、そうだね。ほら全然ないじゃん。あ、やってないわ。それがコロナのあれかもしれないけど。ああ、そうか。うん、あでもな、この道いいよね、やっぱ。うん、ここいっぱいあるんですよ、いちご狩りにできるところが。だってさ、エスパルスの選手もさ、静岡に住んでる選手ってさ、うん、おそらくだけ毎日ここを通って。そうだね、行くよね、このね、練習場多分行くと。ああ、ここ大きいね。うん、ここ海の見晴らしがいいね。そうだね。あ、ほらライダーの人も見てるじゃん。海や海やって。いや、釣りしてる人いるよ。でもさ、なんかあのテトラポットってなっけ、あれ乗って釣りしちゃダメじゃないっけか。そうだね。ねえ、ちょっと危ないもんね。うん。あ、ほらバイク乗ってる人も。そうだね。今日はツーリングもね。ツーリングいいよね。これいい、この天気ですよ今日は。ね、はい。いよいよ美穂の方に、ね、近づいてきたね。この看板いいよね。あ、これね。なんか、どんぐらいぶり？1年だってさ、練習見に行ってないじゃん。うん、行ってない。かなりぶりだよね。うん、うわ、楽しみだな、これ。うわ、すげえ、富士山いいじゃん。めっちゃ綺麗よ。あ、こっからの富士山も綺麗だね。うん、あ、いいわ、いいわ。でさ、なんだっけ、ここ、美穂街道だっけか。うん、でさ、なんだっけ、ここのさ、あの近く兄さん、なんだっけ、ツイッターとかでよくありえてない、なんかあの安くて美味しいほら焼肉屋さんあるとかさ、うん、見たことない。なんかこの辺だっけ。そう、なんかね、よくね、あの前はツイッターで見たんだよ。うん、なんかそんでもってめっちゃうまいとか、なんかエスパルスのね、選手も行ってたような気がする。へー、そうなんだ。うん、あと、まあ、なんかいろいろ美味しいお店もあるみたいよ、この辺。へー、ここね、美穂造船ね、船作るんだよね、ここで。うん、静岡で船作るんだね。そりゃ作るでしょう、船は。美穂造船、こちらです。右手に見えますね。あ、なんかすごいコンビニあったよね。なんかね、前はそことかさ、うん、あれかな、シーズン中とかよく旗とかね、うん、ある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 。もういよいよ着くぞ。ここあれだよね、あのユースのさ、エスパルスの練習場ね。そうそうそう、練習場。いいね、いいね。うわー、プーマ、プーマ、いよいよ着くね。懐かしいね。ねえ。うわうわうわ。なんかちょっとドキッとしちゃったよ。いないけどね、選手は。うん、選手はね。う
なんでだろう、ドキドキするんだよね、ここ。うん、するね。そりゃするよ。うわ、懐かしい。ここね、昔プールなんかあったんだよ。いろいろな、なんか。うわ、うわ、ここだよね。こちらが水族館。あ、そう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 。ここだよね、着いたね。着いた、着いた。到着。到着。空からの映像をね、今見てもらってる。これすっごいじゃん。ちょっと待ってじゃん。いいじゃん、富士山入ってる。撮る？うん。撮りてってみよう。撮りもいいよ、なんか流木いいじゃん、行ってみるか。すげえすげえ、久しぶりなんだよ、海。久しぶり。でさ、思ったより人まあまあいるね。うん、人結構いる。うん、もういいのかな。バーベキューやってるやついるよ。やめとけって言ってんのにな。ああいうのが巻き散らすんだよな。なんで残ると。ずるずる。何にも言えませんもう。もうね、でもね、確かにね、ダメだからね。わかんないけどね。無視するんですよ、こういう時は。ね、暴力も。暴力反対。わあ、海の音。よし、じゃあちょっと飛び込んでくるから。バイバイ、うん。着替え持ってきたっけ？行ってくるよ。バイバイ。おお。結構来るね。来る時あるね。うん。海じゃ海じゃ。なんて言うんだっけそれ。え？それなんて言うんだっけ。これ？あ、水切りやる？うん。待って、できそうな石を探して。いやいやいや、水の方かって。お前はいらないか。行くよ。はい。ちょっと待って。全然ダメじゃん。あ、いいねいいねいいね。2,3 回かな。あ、いいねいいね。あ、富士山とあれいいじゃん。こんにちは。聞こえますか。いいじゃん。はい、富士山とね、海どうですか。まあ、久しぶりにね、まあ三保に来たということでね、これからちょっとこの近くにあるドリーム、ベイドリーム、ベイドリームの方ね、間違えるんですよこれ。本当に。まあ、ドリプラとかね、そう、ね、ドリが多いんですよ、ドリが。はい、はい、ということでね、じゃあ、ドリーム、あ、ベイドリームに行って動画をドリってきますよ。よし、よし、ベイドリームね、到着。混んでるかな、どうかな。どっち右行こうか。うん、そうだね。はい、はい、すいません。ベイドリーム、ベイドリームここもちょっと久しぶり。そうだね。なんとなく久しぶり。かなり逆光ですけど、すみませんね。逆光か。うん。あ、まあまあ、でも。ホームアシスト。なんだこいつよ。こいつじゃないよね。このお方はね。あとでビンタしに行ってくるから、ちょっと待ってて。重くそビンタしてくる。なるべく近いとこがいいけど、それで探すとないんだよね。うん。やっと着いたね。ちょっと行ってみるかい。はい。あ、東京にテレビあるね。何見たい。スリッパ。あ、スリッパな。あとは、あと、あと何だろう。なんか、いろいろ見てみるか。そうだね。ちょっと待って、そのハンモックよくない。めっちゃいいじゃん。何これ。すごいね。でもね、ちょっと怖いんだよ、ハンモックって。
乗れる？遊ぶなよ。乗れる？乗れるけど、これだから。これコンプラだから、コンプラ。はい、これはね、トイレのところですね。こういうの綺麗でいいよね。うん、リボン、こういうの好きなんですよ、私。あ、リボンか。そう、リボン。で、ピンク。うんうんうん。ここいろいろあるね。ね。これだよね。あ、それじゃん。これ。あ、本当同じのだ。トイレットペーパーホルダー。あー、そう。はい、スリッパこんな感じでありますね。いやー、かわいい。お花だ。今スリッパ探してるんだっけ。そう、でもね、なかなかいいのないんですよ。私リボンでピンクか白のがいいんですけどね。でもかわいいね。このソファめっちゃいいわ。めっちゃ楽。どんな座り心地いいよ。家具とかいいね、でも。ね、うん、こっち、ね、ソファーソファー、あー、ソファーいいかもね。うーん、綺麗でしょ。こうすっごいいいね、これ座りやすい。これいいね、でも、うん、ふか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 じゃん、うん、じゃあ他ちょっと見てみよう。かわいい。ミニちゃんとかある。ね、引き出しになるんだね。こうね、取っ手になるんだね。へえ。東京インテリア、今日欲しいもんなかったね。そうだね。まあちょっとそこが残念だったけど、うん、あ、まあ。あのほのぼのとした日曜日で、まあね、あの休日の過ごし方をね、今日はね動画にしてみたんだけど、うん、まあ、こんなのもいいよね。そうだね、うん、久しぶりに、まあ、久しぶりに海とか行けたし、うん、天気も良かった、まあ、良かったし、あの日本のエスパルスのあそこエスパルスっていう看板見たかったけど、うんうん、なんか入るのも ね、 そうだね、まだあれだから、ね、うん、まあそれでお腹空いたんで、今日はこれからゴミ発注にね、うん、大好きだもんね。静岡といえば爽やかにゴミ発注っていうね、まあ、今日はね、あのこういう内容の動画だったんですけど、あの最後までねご視聴いただいてありがとうございました。ありがとうございました。はい、あの一応姫チャンネルの方もねよろしくお願いします。お願いします、はい、ということで、ね、あの今回の動画が面白かったよという方はチャンネル登録と、高評価グッドボタン、はい、その方ね、あのなんだ、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。